匂いが苦いんだけど、これ大丈夫か、これ。どうも、ノラピです。今回はですね、ついにこの時が来てしまいました。ペヤングの極激辛チャレンジです。イエーイ、パチ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 。このエンマ様のね、絵の描いてある、一応スコビル値が1500ぐらいらしいんですけれども、こちらをですね、チャレンジすると、一応その現在発売されているそのペヤングの中では一番スコビル値の高い、激辛商品というか激辛焼きそばになってます。スコビル値1500っていうとね、そんなに大したことないんじゃないのってね、思われるかもしれないですけれども、他にもですね、その辛さというものをですね、何ていうかな、感じさせるような、もの物質というのはですね、結構他にもあるんですよ。生姜とか胡椒とかですね、ペリピンとかなんかいろいろあるんですよね。カプサイシンだけじゃないんですよ。なので、1500でね、そんなにこう高くないなっていう。1500っていうとですね、大体その、タバスコが大体1500から2500って言ったかな。まああれっていうとあんまり辛くないイメージありますけれども、まあそれだけじゃないということでですね、考えてもらえればいいかなと思います。これね、食べてる方たちで結構辛いっていうリアクションを見るじゃないですか。で、またまたそれ YouTube だからでしょとかってね、思われるかもしれないけど、まあ実際辛いでしょうね。マックスエンドでですね、その通常の激辛マックスの大体4倍ぐらいで、スコビル値が推定ですけれども500ぐらいと言われてます。この極激辛はその3倍ぐらいはあるであろうと。なので、まあ単純にですね、推定1500ぐらいかなと。実際のね、ところは分かんないんですけれども、それぐらいかなと思ってます。まあとにかくですね、腰が引けてますね、僕もね。40過ぎてるんで、いろいろね、準備させてくださいね、体をいたわらせてくださいということで、これやるんですけれども、アフターケアとかですね、それ以外にもね、その体を守るための準備はね、しています。一応ですね、その脂っこいものを、ハンバーガーですかとかポテトとかですね、一応食べてます。食べて、今のところね、胃は守っております。そして、これを食べ終わった後にですね、牛乳、カフェオレ、シュークリーム、アイス、これらをですね、一応用意してですね、一応その体を守るための、体制というのはですね、万全に整えておりますね。まさかね、その今12月30日のもう9時過ぎ10時近くなんですけれども、この時間にね、こういう過激なものを食ってね、緊急搬送されたとかね、もう本当シャレにならないです。そういうね、迷惑系の YouTuber にだけはなりたくないので、しっかりとね、準備をさせていただきましたね。ではですね、行きましょう。ね、どうなのかな、前回かなりしゃっくりしましたからね、どうなることやろと。まず火薬ですね。火薬と、ソースだけですね。丁寧に極激辛ソースと書いてあります。いやー、もうなんかですね、この部屋でですね、なんていうかな、この、注ぎ口のない、お鍋でですね、お湯を沸かしてカップラーメンに流し込むというのがですね、もう恒例になっちゃってますね。注ぎ口なくてももうなんかコツをつかんだんでね、そのままさっとね、いけます。いやー、もうしかしですね、これだけ多くのですね、脂質を取っちゃうと、つい先日この、ボディメイクというかですね、筋トレの方で、19.2% かな、体脂肪率がね、19.2% になったんですけれども、またね、戻っちゃいそうな、ね、そんな気がしますよね。ただまあ、こんだけいっぱいに脂質を取るのは、おそらくね、直近ではこれがほぼラストかなと思うので、割り切っていきましょう。いやー、なんか死刑宣告を待ってるような気分ですね。いやー、つかないなー。さて、そろそろかな。
あ、開けちゃダメだ。やべ、何ボケてんだ。やべ、ボケボケだった。あ、よし、セーフ。激辛ソースです。うわー、いい色。あー、もう匂いやばい。匂いがやばいね、これ。もうすでにいい匂いがしてるんだけどさ、よいしょ。ですね、まあ一応ここからね、一応ね、ノンカットでいこうと思います。食えるかな、食えるかな、心配なんだけどね。では、いただきます。匂いが苦いんだけど、これ大丈夫か、これ。ビリビリくる。ごめん、これきつい。やっべえ、これ。カレーな、これ。
カレー、あ、これ効かない。なんでこれアイスじゃないとダメだね。ですね、あの皆さんもですね、あのこういう激辛はね、あの今いろんな商品出てますけれども、ね、あの YouTuber がねチャレンジしてるのを見て楽しむぐらいにしといた方がいいと思います。本当にね、ご視聴ありがとうございました。また見てね。